サッカーファンの皆さん、こんばんは。サッカー中継の時間がやってきました。この試合への期待の大きさがスタジアムのサポーターからもひしひしと伝わってきています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。イタリアからお送りするセリアの一戦、ナポリが AC ミランを相手にします。なかなか面白いカードになりましたね。両チームがどういう戦略で戦ってくるのか、まずは前半から見ていきましょう。こちらがナポリの先発メンバーです。こちらがミランの先発メンバーです。これは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。AC ミランとインテルのミラノダービーは世界的に注目されるダービーです。日本人選手同士が対決したこともありましたね。どこまでドリブルするのでしょうか。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。ナポリのスローインです。中に入れたいところです。クリーンなタックル、ボールを奪いました。危険なタックルでした。レッドが出るかもしれません。レッドカードです。試合開始早々退場者が出ています。危険なプレーでしたが、かなり厳しい判定だったように思います。少し荒れそうな試合ですね。マーカーを抜いた。クロスを中央に入れた。決まった。ゴール。フィニッシュは完璧なボレーでした。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。そしてこのシュートです。ディフェンダーに囲まれながらも決めてきました。簡単には潰されない強さはさすがですね。ボールポゼッションを守れません。ミラン前が空いている。中の選手にクロスを入れた。ゴール。また決まりました。あっという間に2点差です。リプレイを見てみましょう。このクロスの先には味方がいます。最後はこのヘディング、ちょうど頭の高さに来たボールにうまく合わせました。
試合後の選手たちは監督から相当な檄が飛んでくるのを覚悟しな。ければならないでしょう。アルカディウス・ミリク、メルテンスがゴールに向かう。エリア内、体を投げ出した。カウンターアタックのチャンスです。守備への切り替えが遅れています。レフェリーがコーナーを指します。相手に当たっていますね。ゴールシーンのリプレイをどうぞ。ボールを入れた。ちょっとクリアが小さいか。これは危ないですよ。あわやという場面でしたが、これでここはドリブルに入ります。ここはレフェリーがファールの笛。危ない場所でのフリーキックです。続いています。ここはボールをクリアしました。ここはカウンターのチャンス。シュートは悪くなかったんですが、枠に当たって跳ね返りました。このシュートはディフェンスに止められます。プレスが効いている。ここで抜いてきた。ここは枠を捉えきれません。裏を狙ったパス、通ればチャンスだ。決まった。ゴール。さらに追加点です。これでリードは3点になりました。今日の試合は圧倒していました。得点差もさらに広がります。完全に優勢ですし、力の差が見て分かりますね。ここでかわしました。外に出てスローインになります。ミラン、ここでボールを取り返します。ここまでのポゼッション率を見れば、ミランがボールを支配していることが分かります。自分たちのペースで試合を進めていますね。この状態を維持している限り負ける要素はないでしょう。狙っていった。ミドルレンジからの強烈なシュートでしたが、少し高すぎました。ちょっと深し気味でしたか。惜しかったですね。ドリース・メルテンス、メルテンスがボールを運ぶ。これはお粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。このファールにはイエローカードが出ました。このチャレンジは失敗でした。カードが出るでしょうか。イエローカードです。すでに退場者を出していますので、これ以上のイエローは避けたいですね。選手としてはなかなか難しいですが、あくまで冷静にプレーしてほしいですね。ここは一気に攻め込んでいくのか。インシーニェ、ファーポストに入れた。これはクリアしきれないか。カスティジョ、パワーは十分なシュートでしたが、精度を欠きました。大きく外れていましたね。
一か八かで打ったような感じがしました。ここはパスミスになりました。ボールを失います。インシーニ、ボールはメルテンスへ。ボールを失った。カウンターのチャンスです。パスは読まれていました。インシーニ、メルテンスにリターン。お手本のようなタックル。ボールを奪取しました。ドリブルで侵入していきます。しのぎきれるのか。ロサノ、サードするロサノ、これはもらった。このヘディングは合いません。大きく外しています。ここで前半終了。後半のキックオフ、ナポリは現在ビハインドです。ここで攻撃を止めます。ブラヒム、シュートだ。まだ気を抜けない状況です。決まった。2度目のチャンスは見逃しません。これはキーパーも悔しいでしょう。リプレイが来ましたね。最初のファーポスト側へのシュートはキーパーが辛落ちでセーブしたんですが、こぼれた位置に味方が詰めていました。そしてそのままゴールとなります。ラッキーと感じるかもしれませんが、全員で貪欲にゴールを狙う姿勢がこういった幸運を招き寄せたんでしょう。タックルを受けています。おっとボールを取り返した。ロサノ、パスが通った。決まりました。ゴールです。点差が縮まります。このチャンスはしっかり決めてきましたね。ゴール付近からの見事なフィニッシュでした。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。イブラヒモビッチ、いいタックルです。ボールがこぼれている。アルカディウシュ・ミリク、これはどうなりますか。素晴らしいボールです。いや、相手が反応しました。いい読みですね。ここはオフ。オフサイドの判定です。ナポリ選手交代です。クリバリがクリア、クロスに対応します。さてここで他会場の試合経過をお知らせいたします。ベローナの試合でゴールが決まったようです。はい、1点目のゴールがエラスベローナに生まれました。現在スコアは1対0、時間は60分を過ぎたところです。はい、どうもありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。ここはクロスでしょうか。ミラン PK を獲得しました。 PK、 文句なしの PK です。そしてイエローカードが提示されます。
ここは見事に PK を決めています。リプレイで見るとキッカーはキーパーが飛ぶのを見て真ん中に蹴ってきたようですね。こういう冷静な判断ができるから PK を任されたんでしょう。選手交代を考えているようですね。ボールをダッシュ、寄せが早い。このパスは相手に出したような形になってしまいました。ディフェンスが冷静に処理します。ここでカット。ドリブルで進みます。相手よりも人数が多い状態ですので、チャンスをしっかりゴールに変えています。決定機を逃し続けると嫌な雰囲気になりますが、ここは冷静でしたね。リプレーが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。ワンサイドゲームとなってしまいました。通りません。ミリク、サードするドサノ、このボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが、運がなかったですね。スペースへのボール、チャンスにはなりませんでした。シュート、飛びついてしっかり止めました。体を当てて取る、奪った。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。滑って取りに行く。ボールを奪いました。そのまま前に進みたい。ここは勝負どころ。主審がペナルティースポットを指さしました。 PK です。ファールです。迷うことなく PK を指示しました。ちょっと無理に行き過ぎましたね。カードが出ないのはラッキーでした。ポストに弾かれる。カウンターを仕掛けるチャンスです。カウンターの形となりましたが、惜しいところでボールを失いました。ミリク、素晴らしいロブです。スルーパスが通る。これはキーパーのファインセーブ。ここでボールを取り返しました。グラン、高い位置からのクロス。ゴールはガラ空き。ゴール。試合終盤ですが諦めていないようです。そうですね。ですが残り時間を考えるとこの得点差は厳しいかもしれません。この失点はいかがでしょうか。キーパーのポジションが少しどうだったんでしょうか。コースが空いてしまいましたからね。
素早くボールを返した。アドバンテージが取られています。ミラン、アディショナルタイムに3分加算されましたね。キーパーがボールを守ります。これはファインセーブ。パスは読まれていました。ここで試合終了です。いやサポーターから激しいブーイングが起こっています。福西さん、これは退場の判定に対するものでしょうか。はい、あそこで選手が退場になったことが試合の結果に影響を与えた。サポーターはそう感じているんでしょうね。この試合では鮮やかなパフォーマンスを見せました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。